よし、じゃああとはスグリをぶん殴ってからぶっ飛ばして、ぶん殴ってからぶっ飛ばします。エントランスロビー、あんまりお姉ちゃんに心配かけんなよってことでね、ちょっとこれはちゃんと分からせやんと。若いうちから中途半端に強い力持ってたらもう良くないから。あれ、スグリ、スグリ、あ、スグリなんか老けた。どうしたどうしたどうしたの。俺のセリフやねんけど、どうしたん。僕はね、海風を感じながら面白い勝負始まんないかなってバトルコートをぼんやり見てるよ。そうだ、ブルーベリーズ館はどうだい。いい感じに集まったら僕に店に来てよ。あー、なるほど、そうか、今回担任がいけないから代わりに校長が褒めてくれるんや。やりますか。あ、そういえば髪型とかも新しいの増えてんだよな。おっす、公式試合もこっから申請すんだ。トーコさんですね。チャンピオン戦の手続きをいたしますので、ちょっと俺髪型変えたいなって急に思ってんけど、ちょっと待ってもらっていいかな。お前さん、スグリと仲良かったんだろ。うん。そこそこってあって一瞬悩んだけど、まあここは運にしとこう。翼さん的にはあいつ気に食わねえ。以前のスグリは喋んねえわ、おどおどしてるわ、自信ねえわで、すぐゼイゲの後ろに隠れた。でもよ、ポケモン戦わせんのだけは誰よりも楽しそうだったんだ。それがいつの間にやら変わっちまって、そやな。自分も周りも攻め立てて追い込んでるわ。誰かがあいつの目覚ましてやらねえとよくねえ。楽にすんのが痛いについちまったオイラにはできなかったからよ。あ、楽すんのが痛いについちまったが。兄弟任せで悪いな。ちょっとすいません。いいえで。すいません。自分、髪切ってきていいっすか。いや、やっぱ最終バトルはビシッと決めやんとよ。おしゃれをよ。写真とか撮られてるだろうしよ。どこやったっけ、ここや。よしよしよし。あら、おしゃれじゃないの。ええやない。ええやないの。この後頭部のなんと、ああ、ええやないの。はい、やります。やらせていただきます。よろしくお願いします。あ、そうそう、なんか、あと頼むぜ。俺ら四天王連中と一緒に応援してるからよ。オッケー。四天王連中全員俺のこと応援してな。頼むで。ネリネだけはスグリ側についていいけど。いや、どうやろうな。なんか、結構、スグリ応援するやつもいそうやな。え？エントランスバトルコーデチャンピオン、ちょっとやめてくださいよ。お客さんがいっぱいいたら、ちょっとたくさんのお客さんの視線を僕は力に変えて勝ちます。え、だから、皆さん、お越しください。お誘い合わせの上お越しください。声援よろしくお願いします。あ、こんにちは。なんか君、顔が怖い、目が怖いのよな、ずっと。どうしたん？何をそんな怒ってるん？あ、そうそうそう、オーガポンを連れてくるとスグリが面白いと聞いたので、オーガポンを連れてきました。オーガポン連れてきたよ。あ、待ってたよ。よかった。待っててくれた。トアコを見返したくて、俺努力したんだ。ほう。そうなんや。箱ほど勉強してポケモン強くして、あ、ゼユちゃんかわいい、四天王を蹴散らしてチャンピオンになって、あ、蹴散らされた面々。あ、そう、あ、ちょっとなんかみんな割とすごり側を、それも全部全部全部今ここでトワコに勝つため。あ、ええけれども、その代わり俺が勝ったらゼユちゃんと結婚するからな俺は。よし、やるか。ブルベリーグのスグリが勝負を仕掛けてきた。いきなり出ます、オガポンは。あ、オガポンの代わりに外れたのはカナコです。まあ、タイプ的にも被ってるのかなと思って。おい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 、ニョロトノとカイリュ。フィアリー被りしてるから、まあええかと思って外したんですが。俺は間違ってない。答え合わせさせてもらう。というわけで、開幕オガポンが出てみました。いかがでしょうか。よくも今ここで、鬼様さ出せたよ。怒ってる。怒っちゃってんね、かわいそうだね。ニョロトノアメパっていうわけでもないのか。まあ水飴がなんか勝手に水技が強化されたので、ええー、っちゃええか。ただちょっとあれ、海竜丸助っすよね。まあ、やから多分一撃じゃ落とせないので、じゃれつくからのスターコンボ、まあ2人がかりで殴ればさすがに
さすがに倒せるでしょう。オーガポンが一番早いんや。へえ。わやじゃ、相性で負けてても負けない。いや、相性で負けてたら負けるやろ。おうおう、こっちの方が早いや。オッケー、いいね。海流に何もさせなかった。でかいね、これは。こいつはいいですね。まあ、レベル差がね、水飴なんかレベル100やからな、もう。敵よりも20ぐらい高いから、まあまあまあ、さすがにレベル差かなっていう気がするけど、北上の時と違うだろう。まあ、ちょっと、北上の時、ポンスケ使ってないからよくわからんねんけど、ポリゴン Z! ポリゴン Z だる!適応力破壊光線やろ、どうせ。うわ、どうしよう。ポリゴン Z って、弱点、格闘しかないよな。どうしよう。水技強化されてるからアクアブレイクとかで殴るか。アクアブレイク幅キットカット。ポンスケは、ごめんポンスケ、多分お前は何もできずに死ぬけど。グラスフィールドとか展開、いや、ニョロトノがいるから。ケタグリーしとくか。ニョロトノの手助け、はい。攻撃力が上がるやつやね。ポリゴン Z の方が早いの？嘘やん。ん？ちょっと待って。マジで？早くね？あいつ。アクアブレイク。どんな削る？あ、オッケー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 。いいね。オッケー。ポリゴン Z を速攻で落とせたのもでかい。あの、ニョロトロは一旦放置でいい。多分こいつサポート硬いから。え、マジで？あの、あいつ早。努力値振ってんのかな？いくらなんでも早いよな。どうしようかな。相手のポケモンがわからん。相手のポケモンがわからんときは安定のフカヒレでいくか。オーロンゲやばフェアリータイプや。やば、壁張りに来た。壁張りに来たんやったら今出すの微妙じゃない。あれ、ジャレツク効果抜群や。ああ、悪やからか。そうか、別にフェアリーで。当番にな、ああ、俺当番やと思ってた。じゃあ、いいやん、フェアリーで。で、アイアンヘッド覚えてる。天才や。そっか、アイアンヘッド覚えさせたわ、そういえば。ドラゴン対策で。ああ、じゃあ、オーロンゲーに。まあでも、いたずら心持ってるんで、先に壁は張られちゃうんですけれども、うわー、リフレクター張られたか。威力が半分になっちゃいますね。これで落としきれ。あいし、壁越しで。強っ。レベルって偉大。これは僕がポケモンがどうのこうのとかじゃなくて、レベルが高いからです。わ、レビ耐えた。すごっ。バケモンやん。わ、威嚇めんどくせえ。ここで威嚇入れられた。だって威嚇入ってて、しかも今リフレクター残ってんやろ。攻撃力今半分以下やぞ。うわー、ね。どうしよう。ニョロトノに生きられると、ガオガエンって何だっけ、なんか、専用技も、なんとかラリアットみたいな技持ってたよな。ガオガエンはもう倒せない。と見て、まだ雨降ってるから、今のうちにニョロトノ芝居ちゃうか。いやー、まあ、でも、いやー、雨降ってるし、ガオガエンでいいか。水飴はガオガエンで、なんかできるかな。フカヒレも自信パなしとけ。大丈夫、大丈夫。水飴は生きるから。撃て撃て。アクアブレイク。オッケー。強っ。雨ありがとう。これ雨なかったら多分生きてるわ。ありがとうな。君が降らしてくれた雨。助かってるよ。で、フカヒレはここで落ちる。お疲れお疲れ。いや、フカヒレは十分仕事してくれた。そろそろニョロトノ終わらせるか。ってこい、オレンジ。あいったけ全部ぶつけてんのに。でもなんか、すぐになんか、ポケモンを勉強して強くなったんだっていうよりかは、なんか、とりあえず強ポケ揃えてる感すごいんやけど対戦勢みたいなポケモン。とりあえず、このポケモンとこのポケモン組み合わせると強いよみたいなのを、片っ端から用意しましたみたいな。ポケモンへの愛ちょっと減ってないか、お前。大丈夫か？北上で戦ったスグリの方が強かった気すらするぞ。スグリ君、ポケモンを勝つ方法を教えてあげよう。レベル上げだ。カミツオロチってドラゴンやよな。あ、いや、でもテラスタルするか。わかんねえや。ジャレツクをとりあえず撃っとく。で、オレンジは、
電光衝撃いっちゃいますか。過去の俺はいらない。いらないって言ってる。そっか、頑張れよ。あ、すごっ、テラスタルの反動めっちゃ練習したやろな、あれ。真顔で耐える訓練を。あ、テラスタルされた。これ何、格闘。あ、電光衝撃。おお、木の実持たしてる。耐えられるな。うん、そうな、今壁あるし、速ののみ。あー、電気なくなっちゃった。オレンジ電気なくなっちゃった。はい、効果は抜群ですけれども、まあやっぱりちょっと壁が邪魔じゃの。第一の力、あー、オレンジがしっかり仕留められましたと。はー、なるほど、このタイミングで雨が上がる。リフレクターを無視する方法が一つあってね、急所に当ててしまえばいいんだよね。これ、雨がなくなったから、ニョロトノにアクアブレイク。そして、誰がこの場で一番速いのか教えてやりなさるだ。お前の脚力だけを鍛えに鍛えた、その、いや、まあ旅パンなんで努力適当やからそんなに速くないですけど、うちの子個体値もそんなに高くないし。でもマスカーニャは速えんだ、見せたれお前のトリックラワー。リフレクターがなんじゃい、急所に当たれば関係ないやろが。運馬に向けてにつけてずるいよな。違うんやって、もういい加減覚えてや。そういう技があんねん。全然俺の話聞いてくれへん。よし、これはもう終わりやね。こっち1匹残ってるし、お揚げが。まあ、さすがにお揚げじゃ無理やろうけど。まあ、とりあえず、この、ボロボロになってるニョロトの1匹だけやったら、勝てるか。最後はサラダのトリックフラワーで、はい、おしゃれ。対戦、ありがとうございました。すぐりくんのメンタルが心配です。ブルベリーグチャンピオンのすぐりとの勝負に勝った。ま、初戦は学園内最強よ。え？え、じゃないよ。え、じゃないよ。なめんなよ。おとら地方最強やぞ。確かにお勉強はできるようだけどもね。なんだ、負けちゃったよ。行こうぜ。え？なんでみんなもそんな感じなん？なんで？どうして？こんなはずじゃ。あ、大丈夫か、すぐり。大丈夫か、ゼイユちゃんのメンタルケアが必要なんちゃうか、これは。どっちも頑張った。どうした。赤松くん空気読んで。痛みに耐えてよく頑張った。お疲れ様、柿つばたの、お二人ともお疲れさん。ゼイユちゃんが何もできなくなってる。残念だったね。だったね、元チャンピオン。ひどひどって思ったけど、俺もっとひどいこと試合中にいっぱい言ってるわ。やったな、兄弟。今からトークがブルベリーグの新チャンピオンだ。まあまあ、僕パルデアなんでね、やっぱ地方一つのチャンピオンなんでね、いくら学園がね頑張ってるとはいえ、僕地元最強なんで。学園やらお祝い品がもらえんの、預かってっから渡しとくぜ。なんでお前が預かって。おお、マスターボールや、やった。すぐりよ、お前に勝てなかったおいらが言うのもなんだけどよ、前みたいに楽しくやろうや。勝ちにこだわんのはすげえいいことだ。誰だって勝ちてえば勝ちて、でもよ、こだわりすぎて自分の首絞めんのは違うだろ。見てるこっちが苦しいぜ。だからよ、またみんなで県内あるよ、大丈夫大丈夫、負けない、今度こそ俺が、次こそ。大丈夫か、サイボーグになっちゃった。すぐりがサイボーグになっちゃった。声かけとこ。おい、すぐり、しっかりせえよ、お前。おい、お前、お前のお姉ちゃん、お前のお姉、ああ、柿つばたの前髪ってそういうシステムなの。ちょっとよろしいでしょうか。ちょっとよろ、はい。タロちゃんは今日も可愛いね。
チャンピオンおめでとうございます。本当にすごかったです。普通ならお祝いしたいんですが、今のこの状況は私たちには複雑で。あー、太郎ちゃんも悲しそうな目に。ちょっと整理しないとなんです。整理？だってそうでしょ。まあ確かに部外者やしな俺。トワコさんがチャンピオンになったらリーグ部の部長ってことだ。留学生なのに異例だけど、今後の方針はどうすんのとか、あれとかこれとかとかとかいろいろ。おお。それにスグリ君がチャンピオンから四天王に降りてくるならランク的に赤松君が宮古内。確かに。え、俺そうなの？やばいじゃん。まあそうやよな。スグリ君がどうしたいかちゃんと気持ち聞いておかな。スグリ君大丈夫？スグリ君。そう、ネリネはずっとスグリの心配してるもんな。っていうかスグリの心配してんのってマジでネリネとゼイユだけじゃないか。もうカキズバタもそうか。リーグ部チャンピオンスグリさん、四天王トップカキズバタさん、3年2組ゼイユさん、交換留学中のトワコさん、ブライヤ先生とお客様がお待ちで。なんやブライヤ先生。何？だってあの人テラスタルの話しかせえへんもん。スグリはもうチャンピオンじゃないのにね。キツバタの精神攻撃が止まない。そういうの良くないと思います。ブライヤ先生案件ならすっぽかスタートが面倒だ。トワコは先行っといてくれ。すぐにやつはおいらがおぶってでも連れてっからよ。あー、なんかでも周りの生徒の反応なんか冷たいな。一応だってめちゃくちゃそのバトル結構ガチでやってる学校なんでしょ。バトルガチでやってる学校のチャンピオンやから、なんか負けたらもっとざわつくのかと思ったけど。うーしか言わなくなっちゃった。手放してお祝いできずごめんなさい。あ、いやいやいや、僕部外者なんで。僕って部外者なんで。俺四天王じゃなくなったらサバンナスクエアの四天王スペース使えなくなるから困るよ。知らんけど。ゼユちゃん、見てた？ブライヤ先生のとこ行かないとね。ゼユも呼ばれてたよな。おいしさじゃん、ブライヤ先生。どうしたの？ブライヤちゃん。あ、後ろにタイプ相性表みたいなの書いてある。はいはいはい。あ、ナースやな。タイプ相性は覚えなきゃな。はいはい。ダモス、みんな来てくれたようだね。本日君たちに素敵なゲストが来てくださっているよ。ただ、入れ違いで校内見学に向かわれてしまってね。すぐ帰ってこられると思うので、私から先に話しておこう。なんや。時に、トワコくん。はい。君がブルベリーグを勝ち進んでいるとは聞いていたが、まさかチャンピオンにまでなってしまうとは驚きだ。輝かしい功績だね。どうも。あの、先生、そういうのいらないんで、本題に入ってくれます？ちょっと今ちょっとめんどくさいことになってるんで。すまない。配慮に欠けていたね。それでは単刀直入に話そう。君たちには私とエリアゼロと呼ばれる秘境を共にた、なんでやんね。先生が行きたがってたパルディアの許可降りたんかいな。よかったな。一人で行けよ。テラスタル現象の調査、そして結晶の採取が主な目的ではあるが、よく言えばエリアゼロで眠っている伝説のポケモン、テラパゴスを私たちで見つけたいと思っている。何の話ですか、ブライヤ先生。テラパゴス。随分楽しそうなお話で。あははははは。パルデア。パルデア最高責任者が髪の毛わかめ。おお、あちりちゃん。お久しぶり。おまだかさん、先に初めて言いましたよ。お待たせしてすみません。タップ。おや、チャンピオンとはこのような場所でお会いできるとは。そうでしょ？僕は神出鬼没なんです。なるほど、ご留学中なのですね。トワコは今やブルベリーグチャンピオンなんですぜ。やはり類稀な才能、素晴らしいことです。チャンピオントワコがいてくださるならなおさら。ブライヤさん、説明させていただいても。はあ、申し遅れました。私は主高。パルデアのポケモンリーグ委員長です。え、なんでそこのタイミングでゼイユちゃん呼ばれてんの？まあ、カキツバタはわかるけど。十数年前、ポケモンリーグはパルデアの中心に位置する大穴、エリアゼロの研究を支援していました。研究が終わった今では大穴の管理をしております。エリアゼロは不思議と危険に満ち溢れた場所。基本的には立ち入りや調査を許可しておりませんですが、最近エリアゼロから凶暴なポケモンがあわや外界に出てきそうになりまして、迅速な再調査の必要性を尽くすこと。なんですか、僕は頑張って抑えてるでしょと思ったけど、最近そういえば俺パルデア帰ってないわ。そのせいか。なんか、ごめんな、おもだかさん。俺がパルデアにおれば。
かねてより調査申請をしていた私に白羽の矢が立った。はあ、お恥ずかしい話です。ブルーベリー学園はポケモン育成に長けた実力者が多い。そこにチャンピオンと枠あなたが加わるのであれば安心して再調査をお願いできます。はあ。行きます。さすがはチャンピオンと枠。ああ、こっから先しばらくパルデアを支えていくの俺やな。私は行くこと決定だと思うんで、いつも通り私をフォローしてくれと助かるよ。ああ、リケドオイラパスで。リーグ僕をたついてるし、登ってやんねえとな。とか言ってめんどいだけでしょ、あんた。へっへっへ、バレたか。元チャンピオン様はどうすっか知らねえけどよ。すぐりは来るやろ。俺も行く。伝説のポケモンいるなら会いたい。捕まえたい、今度こそ。へえ。うん、いいよ、あげる。かきつばたくんは残念だが、私、とわこくん、ぜいゆうくん、すぐりくん、以上4名で調査します。少なない?ありがたい。少なない?もっと連れてった方が良くないか?待ちに待ったエリアゼロ調査が実現しようとしている。各自準備ができ次第、エンストランスルビービリッジ前に集合だ。毎度、チリちゃんもおるで。おー、久しぶり。まさか自分と会えるとは思ってみんかったわ。パルデオを離れてパルデアチャンピオンとしてその才を発揮されているようですね。チャンピオンなので、いい、パルデアの名前をね、こんなところで泥を塗るわけにいかないので。せやな、逸材逸材。いや、逸材言うて、自分お穴の中許可も取らんと入ったやろ。あ、そういえばチャンピオンなの、あ、間違えた、チャンピオンなので選びたかった。今スティックがガってなっちゃった。謝ったかて、チリちゃんな。話聞いたとき椅子から転げ落ちたわ。まあまあ、チリ飛行無事だったのですから、それにチャンピオンとアコがエリアゼロに向かわなければ、今頃パルデアは一大事だってやも。そりゃまあ、せやけど。総大将に免じて目つぶっといたる。チャンピオンやから握りつぶせるんです。チリも心配していたのですよ。さて、チャンピオンとアコ、この度は、ポケモンリーグ公認でエリアゼロに向かっていただきます。以前、最新部で起きたとされるタイムマシンの件については一部のものしか知りませんが、エリアゼロの危険性を踏まえてブライアさんには多少ぼやかしてお伝えしておりますよ。そういや、ブライアって人に渡すもんがあるやなかったです。失念していました。おもだかさん失念とかするタイプなんや。青のディスク、何これ。はあ、それなんです、技マシン。昔エリアゼロ研究者から出資者に送られたディスク。はえー、単なる記録媒体でもない。使用方法は見当もつきませんが、エリアゼロに関するものでしょう。そんな、よくわからんものを送ってきたの。な、ついでにポテトサラダ買うてきてみたいな。ちょっとその例えもよくわからんけど。エリアゼロは未だ解明されていないことも多い。一度最新まで行かれたとはいえ、地形やポケモンには十分ご注意ください。はあ。ほんまはチリちゃんもついてってやりたいけど仕事やね。なんかもっとたくさんの援軍読んだ方がいいんじゃないのと思ったけど、その援軍が俺ってことやな。ああ、わかった。任して。じゃあ、エリアゼロぶっ潰します。寒すぎることに気づいたので長袖に着替えました。これ、ゼイユちゃんとおそろです。ゼイユちゃんとおそろ。見て見て、ゼイユちゃん。これ、ほら、この服見て、この服を見て何か思うことない？すぐやけに静かなの大丈夫かな？負けた後はあんなに取り乱してたのに。ほんまや。無我の境地に至ってる。大丈夫かな、すぐり。行こう行こう、サクッと終わらせよ。ゼイ君、すぐり君、体調は大丈夫かな。私は平気ですけど。すぐ大丈夫か。俺も大丈夫だよ。髪型大丈夫か。乱れてないか。だいぶ落ち着いた。そっか、よかった。やるべきこと分かった。だから大丈夫。エリアゼロで伝説のポケモン見つける。だからずっと片言やけど大丈夫か。その駅だよ、すぐりくん。何かしらに依存してないとしんどいタイプなんやろうな。いや、俺には負けるわ、憧れのオガポン取られるわで、それをどうにかすべく強くなるぞって決めて頑張ったら結局負けるわで、今すぐりくんのメンタルはズタボロよ。おお、久しぶりに来た。何よこれ、すっごい早じゃん。久しぶりに出た。すぐりのワイヤーじゃ久しぶりに出た。前に来たことあるんだよな。仲間と。仲間。仲間。はあ、びっくりした。なんとかどんだっけ、あんたね、でかいのよ。あきゃ、あんたね、でかいのよってめちゃくちゃ。
君がエリアゼロで見つかったと言われているポケモンだね。この子もとても気になるが、今回の調査で確かめたいのはエリアゼロの最深部、そのさらに奥なんだ。さらに奥って、ヘーザーの手記によると彼は最深部からさらに下へ落ちた。へえ、最深部って一番下って意味じゃないんだ。不思議なことにね。ただしその辺の、そこへの道筋も行き方も全く覚えていない。ヘザーを信じるならきっとエリアゼロのさらに下に知られざる空間があるはず。よく帰ってきたな、そのとこから。空飛ぶタクシーで帰ってきたのかな。はあ。ゼロラボの入り口わかんなさすぎて5分ぐらい悩んでたわ。ずっとぐるぐる回ってた。ごめん、みんな連れ回しちゃって。大丈夫？怒ってない？こんにちは。お久しぶりです。おそらくゼロラボかな。おもだこさんが教えてくれた外観の様子と一致している。ここが最深部？そうだよ。ある意味そうで、ある意味違う。違うよ。はちょっと。かつてエリアゼロ観測隊が到達した最深部はここ。そしてゼロラボ内下の階には用途不明の謎の部屋があるとのこと。だが私が行きたいのはそれよりももっと下なんだ。タイムマシンやろ。下の階のあの謎の部屋。でもドア閉まってる。本当ね。トーコどうすんの？前に入ったことあるんでしょ？ロックを解除。任せな。あれのロックを解除してやるよ。やり方覚えてないけど。あや、かっこいい。なんかすぐにちょいちょい、どうしたん？ちょいちょい数が出てるやん。解除を頼めるかな？任して。俺はすぐにを元に戻す。解除。入り口がロックされました。なんかロックされてるけど。帰ろう。以前は開いたんだよね。何か条件が違うのだろうか。4つのロック。なるほど。事前準備と中にいたもののフォローがあったのだね。青のディスクの反応を検知。あの渡されたやつか。なんか喋ってる。青のディスクの挿入するとアクセス権が拡大。ほえー。ただの機械音声よ。技マシンマシンと一緒じゃん。青のディスクとは一体。なんかもらった。おもだかさんが持たせてくれた謎のアイテム。私が許可するわ。トーコ言っちゃいなさい。もうゼイユちゃんにそう言われたらもう、面白そうって言われたし。じゃあはい。でも調べたけど何か結局わからんかったよな。すごっ。ゼロの大空洞に変更。はえー。ゼロの大空洞に変更ってことはすでにゼロラボ自体はたどり着いてんねや、その場所に。はあ、後ろに俺が映っててかっこいい。俺ってかっこいいな。この髪型かっこええ。しゃあみんな行くぞ。俺についてきな。俺のこの後ろのおしゃれな髪型についてきな。あ、久しぶりに来たな、ここ。こんなんやったっけ？なんかこんなんやったっけ？はしゃぐねえ、姉。ねえ、暗すぎよ。頭ぶつけたんだけど。どこに頭ぶつけたいの？後先考えず走るからだよ。すごい、あんた。ちょっと元気出た？うるさいな。先生は？あっちでめっちゃ物色してるな。ほんとだ、あっちでめっちゃ物色してる。誰かの写真とかあったし、じっくり見ちゃダメでしょ。倫理的じゃん。これがエレベーターか。フライヤー先生、怖いわ。先生、エレベーター。下行けそう、下下。下止め。何この人。ラスボス？おお、このエレベーターで例の部屋に行ったのかな？そうです。あんまりブライア先生には詳しく喋らない方がいいかもしれない。もしかして、もしかすると、すごい下まで行くな。エレベーターってなんか微妙に会話ないよな。そりゃエレベーターですから。結構スピードあんね。浮遊感あるわ。浮遊感与えちゃったかな。あのさ、ロック解除したあのパネル、エレベーターの行き先がどうとか言ってなかった？なんか言ってたかも。行き先を変更だっけ。ゼロラボ内のエレベーターは1機だけ。今乗っているものが該当するだろうね。つまり、ふふふ、私たちは一体どこへ向かっていいのだろうね。
楽しそうだなこの人。やだもう。もうやだ。すごい降りてく。どうなってんのバルデア。怖いんですけど。おー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 、何これ。何やここ。テラスタルークか。データ上では先ほどよりもっと仮想に位置しているよ。以前の到達地点よりさらにエレベーターが下に降りたのでは。へえ、エリアゼロでさえ驚きなのに。もう何が来ても驚かない自信あるわ。これ何？お、おお、なんでこんなとこに机が。おお、これは、かの言うなフットゥース博士のレポートだ。おお、フットゥース久しぶり。エリアゼロよりさらに下層には巨大な空洞が存在しており、その最深部にはテラパゴスゼロの標が眠っている。その体は結晶体のように外敵から身を守っている。目覚めには少し時間が必要そうだ。テラパゴスの影響であろうか、大空洞内では地上では見たことがないテラスタル現象が起きている。その全てのタイプを宿したテラスタル、僕はそのテラスタイプを仮にステラと呼ぶことにする。センスよ。テラパゴスがゼロの標、結晶体となり眠っている。そしてステラとは一体なんて輝かしい。ヘザーが記していないことがこんなに。この書類がすでに宝の山だよ。こんな謎空間でよくあんなに騒げるわね。伝説のポケモンテラパゴスゼロの標、早く一個行こうよ。まだ読み足りないが、うん、そうだね。真実は自らの目で確かめてこそ意味がある。注意しながら進みましょう。あのテラパゴス全然スグリーが捕まえていいよ。俺別にそんなにテラパゴスって感じでもないし。おーおお、何やこのでけえの。何これ、結晶でできた花みたい。道塞いでんだけど。これじゃ進めない。あんたのなんとか飛んでぶっ壊せないの。やってみる。待て待て待ちたまえ。おそらくこれはテラスタルエネルギーそのもの。強引に破壊すれば何が起きるか予想できないよ。じゃあどうすれば。あ、キラフロール。てこんなところにもポケモンが。それになんだ、不思議なエネルギーを帯びている。ちょっと離れて先生、戦えないんだから。トワコ任せた。任せろ。なんだか知らねえが、キラシチュー。何かが切れているそうです。任せろ、俺の水飴がボコボコのボコよ。あ、テラスタルした。え、全タイプ。何あれ、何タイプなのあれ。なんだあのエネルギーは。こいつはな何タイプになるのこれ。溶けるを使った。ちょっと待って、俺ポケモンセンター行ってないわ。スグリ戦が終わってから。今気づいた。あ、でも効果抜群や。はあ、あのなんか解除されたんですけど。じゃあパワージェムを使った、まあ岩技なんてそんな効かないっすね。はい、そうですね。じゃあ勝ちました。やべえ、スグリ戦終わった後だからポケモンがだいぶ倒れてる。お前よくそんな笑顔で帰ってくるな。おお、先進めるんだった。あのブライア先生、ポケモン回復しに行っていいっすか。結晶の花も消える感じ。やはり先ほどのあれがテラスタイプステラ、全てのタイプの力を発していた。そうですか。私には分からなかったんですけど。違うとは言い切れないが、博士のメモにはゼロの秘宝は結晶体で眠っている、そう書かれていた。先ほどのキラフロールはテラパゴスゼロの秘宝ではないはず。奥まで行けばわかる。こう、あのポケン戦に帰っていいですか。ああ、ポケモンを回復させるのは最高やで。よし、今頃みんなびっくりしてるやろうな。後ろ向いたらチャンピオンおれへんねんもんな。あいあい、チャンピオンお待ち。いやー、すいませんね、なんか危ねえ。
死ぬとこやったで。お、あ、メルシーこれ。いや、メルシーは可愛いですね。君は可愛いね。全然俺のこと無視してる。なんとか飛んで崖越えて倒してこいって言われてる。あとメルシー踏んだ。みんながめっちゃ無視する俺のことを、スグリだけや俺のこと見てくれてんの。見てない。オーバーって言ってる。口の中さっぱりさせたいんかな。よし。結局テラスタイプテスラの正体がよくわからんねんけど、なんなのこれ。各タイプがくるくる回ってるけど、なんかよくわかんねえや。別にでも普通やよな。氷オンバーン、飛行で氷、あ、飛行ドラゴンか。オンバーンって氷4倍か。どうでした？なんかすごいな。用心棒としてやってきたというよりかは、なんか雑用みたいな扱い方をされてる気がする俺。はい、テラスピーステスラ言いづら。テラスピーステスラ、あの子ミライドンなんっけ。やるじゃん、ひとっ飛びね。でしょ、ミライドンはね、いい子なんですよ。頼むから先行すんのやめて。俺を先頭にしてくれ。お前ら先に行ってもその決勝あったら。はははなんやねんこいつら、ほんまもう。ここ登れるよね。あ、よかったよかった。ほい。あー、バンギラスのメカ版、メカギラス。なんだっけ君、鉄のギラス。なんだっけ、鉄の茨、鉄の茨や。なんかすごい便利に使われてるよな俺、絶対に。おーじゃないのよ。はいはいはい、やってきましたよ。何度もすまないね。もうこれっきりにしてください。面倒です。進むほどテラスタルエネルギーの濃度が高くなっている。先を急ごう。もう次テラパゴスでいいじゃないですか。どうしよう、あとこの作業30分やらされたらやめちゃうかも。というかもう主にブライヤーやねんけど、ゼイユ、まあ、ゼイユちゃんの頼みやからな。ゼイユちゃんの頼みやから聞いてる。ゼイユちゃんがいなかったらもう終わりよ。あれでもなんかかなり下の方まで来たな。もうなんなんすか、あれ。ゼイユどこ行った。先生危なっかしくて目離せない。だってこの人戦われへんやろ。服が濡れちゃうから水辺の探索は任せたわよ。はい、行ってきまーす。あー、まだやんのか。もうめんどくさい。もうしかも巨人多いや、あれ。決勝が敗れましたか。もうびっくりマークやめてくれ。次すぐの番、トワコ呼びなさいよ。俺が言ったって嬉しくないでしょ。いいから早く。あ、なんか調子出てきたなこいつら。おい、すぐがよ、先進めるよ。すぐに呼ばれたら嬉しいけど、俺は。なんかこの洞穴湿気てないっすか。ちょっとこの髪型湿気に弱いんですけど、なんか言うことあるんでしょ。いや別に、トーコに頼りっぱなしだなって思っただけだよ。先行かないと。そうだろ、頼りっぱなしだろ。もっと頼ってくれていいぞ。素直じゃないわね。輝いているね。言っとくけど、あんたがいない間私たちも戦ってんだからね。おかげで私もポケモンたちもボロボロ。もうヤバそうじゃつかった。そうなの。回復アイテムとか持ってきていらっしゃらないんですか。テラスタローブが反応してる。本当だ、私のも。凄まじいほど濃度の高いテラスタルエネルギー、この奥から放出されているのか。やっとゴール地点ゼロの秘宝。早く見たい、バイオレットブックの真実。おかしな奴らしかおらん。おかしな奴らしかいないですね、ゼユさん。とんでもないですよ。私たちは余裕感出しながら行きましょう。あ、わかる。歩いていくわ。ふぅ。
全く困ったものだ。見たい、バイオレットブックの真実。いましたか、スグリさん。余裕感。何ここ、ずいぶん雰囲気違うわね。ゼロの標どこだ。お、あった。スグリ君、あれだ、奥の柱に何かある。ほ、あ、ほんまや、なんかある。何これ、ウルト高いやつ。持って帰ろう、この石が秘宝。確認するので待ちたまえ。ゼロの秘宝さえ手に入れば今度こそトワコに勝てる。そうか、すぐ、あんたまだそんなこと言ってんの。姉ちゃんは黙ってて。俺はトワコが羨ましい。ポケモン強くてどこへでも行けて、誰とでも仲良くできて、俺がずっと好きだったオーガポンにも認められて。すぐも頑張ったじゃん、姉ちゃんだって。最初意地悪してたくせにすぐトワコのこと好きだし。え、俺のこと好きなの？本当？俺には何もないよ。血が滲む努力しても無駄だった、叶わなかった。俺にはもうこれ、すごい、ブライア先生が全部無視してるの、すごい。やはりその結晶しか考えられない。さあ、すぐりくん、ゼロの票を吹っ込めくん、すぐり頑張れ。何でもいいけど頑張れ。まだか、すぐり。勇者にしか無理か。ああ、いけたわ。単純に硬かっただけやった。間違いない、その結晶こそテラパゴスだ。え、あ、こんにちは。テラパゴスってのもなんかポケモンよな。ええの、この素手で触って。素手まずい。ああ、ポケモンやったわ。素手やった。はえー、目かわいい。おめめ、おめめがすごい。なんや、わいか。あこっちだ、マスターボール。マスターボールはさすがに。おお、捕まった。いや、もうええよ、もうすぐにあげる。あ、あげる、あげる、あげる。今のがテラパゴス？捕まえたんだよね。これでやっと。素晴らしいよ、すぐりくん。マスターボールを所持しているとは用意がいいね。これでいつでもテラパゴスを研究できるが、今ここでテラパゴスの力見せてもらうことは可能だろうか。だってさ、トワコ、俺も試したくて仕方ないんだ。準備できたら始めようよ。ああ、いいよ。手持ち違うのかな？これは、え、普通にスグリと戦闘なのか、それともテラパゴスだけと戦うのか、どっちなんやろ。はい。ああ、すげえ、マスターボール持ってる。テラパゴスを繰り出した。さあ、テラパゴスがどういうポケモンなのか全く分かってないんですが。いけ、テラパゴス。トワコに力見せてやれ。これで勝ったところで、お前がマスターボールで捕まえたポケモンで勝っただけ。努力値も振ってないし、何こいつ。これ何？わかんねえ。とりあえずじゃれついてみよう。これがゼロの表の真の姿、これなら勝てる。いや、ほんま？ほんまにそう思う？大地の力。はあ。じゃれつく。外したな、お前。外したな、ここで。すんごい大地の力してくる。地面タイプ？外し、え？タイプ相性を歪める。効果は今一つのようだ。どういうこと？アクアブレイク。何回も歪めてくるわけではないのか。フェアリーが効かないタイプに変わったんだとしたら、炎、毒、鋼のどれかか？アクアブレイクで抜群取れてないから炎にはなってない。鋼？毒？わかんねえな。もっぱつアカーブレイクでなくて。なんか勝てそうじゃない。テラパゴスの力はこんなものでは。何か条件が足りていない？2連戦か。ちょっとじゃあ、水飴を死なさないようにするか。あ、入れ替えます。戻っておいで。おい。
もし鋼タイプになってんなら地面技が効くよねってことで、まあ、あとフカヒレに地面技がそんなに効かないであろう。どうや、うーん、わからん。タイプとかじゃないのかな、いまいちわかんねえな。でも確かにこいつテラスタルしてないしな。なんで？テラパゴスさえゼロの秘宝さえあれば強くなれるんじゃないの？トークに勝てるんじゃないの？そんなわけないやろ。落ち着け、すぐに。すごい、いい加減もうやめ。やはりおかしい。テラスタルエネルギーの出力が低すぎる。バイオレットブックに描かれた姿と違うのも気にかかる。テラパゴスはゼロの秘宝じゃないってこと？いや、足りないのか。秘宝足りる条件が。かわいそうに起こされた瞬間いきなり捕まって戦わされて。テラパゴスはテラスタルエネルギーそのもの。テラ、スグリ君、今すぐテラパゴスをテラスタルしたまえ。テラスタルオーブのエネルギーに呼応して、秘宝は秘宝たる輝きを発するだろう。わかった。なんでさっきよりもちょっと苦しそうなんや。やっぱりさっき痩せ我慢してたな、お前。おお、すごい。やはりバイオレットブックは正しかった。テラパゴスが完全に目覚めた姿。怖い。怖い、この人。やだ、もう。ブルーベリー学園無理、もう。おお、すごい。なや、こいつ。おおお。おー、ミライドン。あギャス。やるじゃん、ミライドン。でも今なんかボール投げた音したの。俺がミライドンを投げて助けたんだ。ボールに戻した方がいいって。戻れ、テラポス。わ、すげえ、ボールを、すごい、ポケモンの因果率を無視した。マスターボール壊れたよ、もったいな。はあ、じゃあこれを倒さなきゃいけないのか。しょうがないわねえ。お、ヤバソチャ手伝ってくれるのか。でもヤバソチャしかおれへんねやな、あと。エネルギーが暴走している。このままでは危険だ。オッケー、倒した上で捕まえればいいってことですね。すぐも早くテラパゴスなんとかしないと。こんなはずじゃ、あー、スグリ君がポンコツになってる。エネルギーが集まり始めた。あー、レイドバトルみたいになんか、あー、回復助かります。とりあえずじゃあれついてみますか。テラクラスター。痛い。ダメージを軽減するバリアか。そう、あのレイドバトルやったらあれテラスタル状態で殴ったらダメージに補正がかかるんですけど、まあ、そもそも何やろ、弱点分からんな。水飴ちょっとダメージ受けてるからあんまテラスタルしたくないのよね。まあ、水飴はここまでですかね。お疲れ、水飴、君は最高や。急所に当たった。水飴サンキュー。テラスタルはちょっと別のポケモンで切るわ。行くか、サラダ。どうしよう、草タイプに耐性あるタイプやったら。なんかでもタイプとかじゃない感じあるよな。いやー、やっぱこれですわ。テラスタルモーションといえばこれですわ。まあダメージになるんじゃないの。はい、いいですねー。猛攻に対決で、この1ターンの間敵は攻撃できないはずよな。テラポコスにテラスタルのエネルギーを吸収されてしまった。おお、マジか。テラスタルエネルギーを吸収した。テラスタルパクられた。ひど。え、許せへん、あいつ許せへん。あれほどのバリアをまたエネルギーを吸収し再展開したのか。でもこっちじゃテラスタルもうないよな。
トーコだけ頑張ってるじゃん。スグリ君がもうダメだ。スグリ君がもうダメです。一回ポケモン変えるわ。おそらくここでバリア張ったってことはもう一回テラスタルができるイベントが発生すると思う。サラダは大事にしよう。これがまあなんか痛いけれどもそんな大だ。あーでもまあまあ食らうな。回復させとくか。バリア削り切れってことなんかな。根性で。いででででで痛すぎる。再びテラスタルで輝けるよ。え、ほんと？よいしょーい。レイドボトルの時ってなんか3ターンぐらい、3ターン3回攻撃しないとテラスタルできへんのやったっけ。なんかそれと条件同じ感じかな。よし行け、フカヒレ、お前の激に見したれ。俺は地下まで来さされて怒ってるんやぞ。これをあと4回繰り返す感じかな。あと4回っていうかまああと2回か。残り HP 的にあと2回やってくるよな、こいつ。同じこと。ここで毎回ポケモンが負けた感じの顔になるの可愛いな。そう何度も可能とは思えないが、トーコが大変。あんたも頑張んなきゃ。ほんまやぞ、トーコが大変やぞ。俺なんかちょっとすぐこう早く立ち直ってよ。一緒にすぐに一緒に。あんたテラスタル残ってるでしょ。お、スグリ君剣が取れた。よし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 。でもカミツオロシにごめん、自信当てるかも。その時はごめん。カミツオロシテラスタルは残ってないんか。すぐテラスタイプ、なんかでもタイプあるっぽいけどな。俺も戦おう、頼むわ。二人で全部なんとかしなさい。なんでゼイウちゃんはいつもあのポジションなんやろ。まあどうやろうな。ターン耐えればいいのか、回数、殴った回数なのかがわからんが。痛い。効果は抜群だ。水飴ボム。まあでも効果抜群の技当てても多分あんまり割れへんよな俺。あ、激輪中だから、そういえば僕にターンは存在しません。そろそろ混乱するかな。オッケー。フカヒレがこの攻撃を耐えるかどうかがわからん。耐えろフカヒレ、耐えろ。耐えた、えらい。まあでもここで回復の薬入れたら混乱解けるプラス HP 全回復。ドラゴンエール、これ確かドラゴンタイプの威力、なんか強化されるんやったっけ。フカヒレは張り切っている。助かる、ありがとう。さあ、フカヒレがこの激鱗最後まで出し切れるかどうかは分かりませんが、これでバリア割ったら最後やろ。次が OK。 お、なになになに、何をしたのか説明して。エネルギーの吸収やバリア戦展開は不可能なようだね。ああ、ゼユちゃんが許可してくれたからやっちゃいます。これはやりきれそうか。あ、強っ。強っ、やっぱフカヒレなんですわ。サラダ取っといたけど、まあそんな必要なかったな。っていうかフカヒレが全部やっちゃった。今ならボールに入るかも。なんかもうちょいいろいろ欲しかったな。しょうがねえな、トワコになら任せられる。ああ、もういろいろ吹っ切れたわ。スグリ君が、じゃあそんなスグリ君に敬意を表してマスターボールを使おうと思ったけどもったいないからモンスターボールにしまーす。まあ、マスターボール取っといてももう使い道ないから別に。使ってもいいやけど。使っちゃいまーす。はい。
即揺れ。テラポコスを捕まえたぞ。ふう、ブライア先生悪もんちゃうんかい。絶対悪もんやと思ってた俺。ただ単にめっちゃイカれてる人やった。みんな無事かい？大丈夫。それはよかった本当に。突然テラパゴスとか言い出して何かと思ったら、私のせいでみんなを危険な目に遭わせてしまったね。あ、申し訳なく思ってるんや。それは本当にそう。先生テラストルバカなんだからもっと大人として自覚なしな。返す言葉もないよ。俺も良くなかった。ずっとトワコに憧れてて、トワコみたいになりたくて焦ってたんだ。いやわかるよ。見たわかるよ。でもやっぱり俺には無理だ。やっと諦められる。なことないやろ。そんな、でもう泣いちゃうからやめて。もう本当にバカな弟なんだから。やっと素直になれたじゃん。お姉ちゃんも、あ、お姉ちゃんもだ。サーセは怖かったろうに、それでもみんな輝いていたね。さて、最終的にトークンがテラパゴスを捕まえたことだし、エリアゼロの調査は終了だ。ブルーベリー学園に戻るとしよう。ゼユちゃんがめっちゃ泣いてる。ええやつらやな。まあ、ゼユちゃんも弟のこと心配やったやろし、やっと帰ってこれたわ。おもだかさんに連絡、いや出版社が先か。はい、私トワコ。俺リーグ部のみんなとか迷惑かけた人にちゃんと謝りたい。もう謝った方がいいんじゃない。トワコにも剣が取れてるから大丈夫じゃない。顔のだから、またそのやり直したくて、ああゼロからまた俺と、お、ゼロの秘宝だけに、これが本当のゼロの秘宝ってか。何言ってんだよ、俺たちずっと友達だろ。あんたたち置いてくよ。あ、ゼユちゃん、あ、もうゼユちゃんどの角度から見ても美人やな。とりあえずあんたはリーグ部のみんなに謝ってきなさい。カキツバタに謝りなさい。嫌だろうけど、すごく嫌だろうけど、カキツバタに謝りなさい。結局テラパゴスって何やったんですかって感じあるけど、もっとお話に関わってくるかなと思ったら急に出てきて急に終わった。何やったんやあいつ。生徒の呼び出して、スクレープアカデミーの横しのトワコさん、ブライア先生から行かない、嫌だ、もうブライア先生とは関わらないことにするんだ俺は。